恐るべき隕石攻撃を仕掛けてきたショッカーの大幹部不死身の怪人イカデビルはヒーローたちの手によって倒された。そして隕石による東京壊滅は阻止された。だがこれで安心してはいけない。悪の組織ショッカーはさらなる怪人を送り続けるだろう。頑張れヒーロー、負けるなヒーロー。ショッカーを倒すその日まで戦い続けるのだ。